おう、今日も頼んだぞ。おお、ますます手際が良くなってきたな。これならもうどんな厄介なお客が来ようと問題にはならん。ストップ！お前がそう言うとなんか面倒なことが起こる気がするんだよ。はっ、そんなことあるわけないだろう。俺は別に。いや、まさかリーウェで会えるとは思わなかったぜ。こういうのなんて言うんだっけか。開口遭遇だ、親分。そうだそうだ、それだよ。だよな、アヤトの兄貴。うしつかい野郎、なんでお前が。ああ、おめえは空をかける白鉄ちびすけ、それにダチ公じゃねえか。今日はついてるぜ。こんなに多くのダチに会えるなんてな。お前、帰ったらしばらく働いて金を集めるって言ってたよな。なんでまた来たんだ。はっはっは、俺様の腕がありゃ金儲けなんてやろうと思えばすぐにできんだろ。今回はうまいもんを飲み食いしに来たんだよ。それとついでに玉将がリーウェでどうしてるか見てやろうと思ってな。少し前にリーウェで虫相撲大会を開催した人がいると聞いて、せっかくなので見に来たのです。残念ながらもう終わっていたようですが。何？あの大会を見逃すなんてよ、そりゃもったいなすぎるだろう。ええ、しかし幸い一徳君に会えましたから、当時の盛況ぶりが聞けそうですね。別に構わねえぜ、食いながら話そう。ここの料理人は、早く料理人を呼んでこい。ダチたちにご馳走を用意するからよ。はあ？おい、お使い野郎はよく本に出てくるみたいな。手で合図したら誰かが出てきてくれるってシチュエーションを真似したいだけだと思うぞ。ああ、ダチ子、冗談がうまいじゃねえか。なら早くその料理長を出してくれ。それでお客さんは何を注文したいんだ。賓客を喜ばせたいなら金玉満堂や半減休館があるが。親分、予算のことも忘れるな。もっとよ、こう気取ってねえようなやつはないのか。気取ってない、そうだな。樽を知り常に楽しむと書いて知足常楽という料理がある。この料理なら香り豊かで味わい深くたらふく食える上に安くてうまい料理だが。知足常楽、いい名前だぜ。こりゃごちそうにちげえね。ならそれに決めた。ここにいるのはみんなダチ子だ。派手な料理で着飾る必要なんざね。一徳君は見る目がありますね。あまりにも大げさに作り込まれた料理は私も好まないのです。これがチキというものでしょうか。チキ、いや、そうだ、チキだよ、チキ。マジか。まあ、お前らが楽しければいいや。お前の友達は個性的だな。まあこの知足常楽はそこまで難しくないから、今回は何も問題ないだろう。そういえば、なんで知足常楽って言うんだ。たらふく食えるってことは肉とかたくさん食べられるんだろ。樽を知るって名前と全然合ってないじゃないか。別に
肉を入れるとは言ってないだろう。この料理は見た目が肉に見えるだけで、実際は豆腐を使って肉の見た目、香り、味を作り出してるんだ。だから知足常楽なのさ。あ、そういや牛使い野郎、豆がダメなんじゃなかったか。あ、どうしよう、変えてもらった方がいいよな。何か問題でも起きたのか。豆腐とかなんとか聞こえてきた気がするが。おい待て、厨房は料理人の聖域だぞ。部外者は、今は言ってられんな。お前らの親分に料理を変更してもらうよう言ってくれないか。ハッハッハ、綾人の兄貴を一番よく分かってんのはこの俺様だ。知足常楽ってのはまさに俺らの友情の証だね。おい、まだかよ、早くしてくれよ。赤べに一緒冒険団が話し終わっちまうだろ。見ての通り、おそらく難しいでしょう。ちくしょう、完全に舞い上がってるぞ。あいつメンツか満腹なら絶対メンツを選ぶよな。ああ、私は親分にそれをたくさん食べさせて腹を満たしておくから、その時になったら気を伺って行動しよう。これが知足常楽か。腹いっぱいになりそうな量だな。いいじゃねえか。ほらほら、ダチ子、お前も座るって。ここにいるのはみんなダチだ。遠慮なんていらねえぞ。じゃあ早速。うん、親分、郷に行っては郷に従えと言うだろう。リーウェの食卓での礼式に従い、ここはまず主賓に味わってもらうべきでは。うん、忍、お前そういう面倒な規則みたいなのが大嫌いじゃなかったか。おお、ダチ子まで。そうか、あまりにいい匂いで我慢ができなかったんだろ。よし、おめえらがそう言うなら俺様が一番最後に食べるぜ。うん、そういうことでしたか。うんうん、俺様の番だな。一番でけえのいただくぜ。ま、待て。うん、今度はなんだよ。できるだけやってみるぞ。あ、おいらこの料理の
由来を紹介するの忘れてたぜ。料理の由来？そんなんいるか？食ったら終わりじゃねえか。な、聞かずに食べちゃうなんてガイドのいない旅行と一緒だぞ。由来を聞いてから食べればもっと美味しく味わえてだな。確かにお茶も種類によって味わい方が異なります。説明を聞かずに味わえば料理人の誠意を無駄にしてしまうのではないですか。ダチ公の誠意だと？そりゃ確かに裏切れねえよな。なら聞かせてくれよ。ほら、よし。じゃあまずはこの料理の材料から。先に防御旅館とか敵家臭の歴史についてだな。旅人、今だ。敵家臭、そんな感動的な物語があったなんてな。今はこんなにいい暮らしができてるんだ。それこそ即上洛、満足するべきだよな。しまった、豆腐の話題を出さないようにしてたらいつの間にか話が脱線してたぞ。でもあとちょっとだ。あ、しのぶ、それにダチコ、いつ食い始めたんだよ。あとちょっとしか残ってねえぞ。もう何があっても譲らねえからね。待ってくれ親分、実はそれは。イット君、お待ちを。ぶしつけなお願いですが、これを譲っていただけませんか。今回は急ぎの外出でしたので、家の者たちを連れてくることができませんでした。皆あなたの功名はよく耳にしており、以前から荒滝派に思いを馳せていたのですが、残念ながら今回は同席するご縁に恵まれませんでした。ですがこちらの子息上洛を持ち帰ればきっとみんな喜んでくれることでしょう。そりゃまあな。親分、リーウェでは他人のために一肌脱ぐことが重んじられている。それに料理を待っている間、魚料理をいくつも食べただろう。アヤトさんと私の分まで。何？ありゃお前らの分だったのかよ。話に夢中になりすぎて全然気づかなかったぜ。じゃあアヤトの兄貴、俺の代わりにみんなによろしく伝えといてくれ。おいらな、これ持ち帰りで頼む。無事に乗り越えたようだな。よし、気を取り直して次の来客に応対するぞ。